はい、テイルズ・オブ・ファンタジア続きからやっていきたいと思います。前回でね、現代へ来て未来へさらに移動したっていう感じですね。で、チェスターをですね、なんとか使ってあげたいので、ちょっと、イベントをね、起こしましょう。そうなんだよね。やっぱね、好きなんで私、チェスターのことを。だから、できるだけ、使っていきたいなって。ライフボトルやばいね。まあ、いいね。やっぱ仲間が増えるっていいね。何これ。トーティス村の後にあった石像じゃないか？え、動かないんだけど。動いた。動くんかい。アワーグラス。はーい。で、一応武器屋さんを見ていきますか。なんか上がる。おお、上がるね。ちょっと高いけど、まあ、上がるなら買っておいて。まあ、全部買っとこう。うわ、たっけえ。絶望的に高くない？なんか。マジかよ。まあでも、稼いどいてよかったね、ほんとね。ちょっと待ってよ。チェスターが終わってるから。え？ 400？ 鬼強じゃない？ねえ。なんかいいもんつけといてあげよう。何がいいかな？防御力とかではないよね。無効化する。シンボル、ヒートシンボルと、はあ、TP 消費量3分の2に抑える効果。これちょっと待って、これアーチにつけよう。アーチエメラルドリング、よし。待って、他のみんなの装備いじってない。フレス君はどっちがいい？こっちか。圧倒的にこっちだね。なんで変わったの？ちょっと待って。まあいいわ、ちょっと先にみんなやってからにするわ。こっちの方がいいと思うんだけどね。まあ、いっか。よし。ね。宿屋どこだ？教会でしょ？教会に用はないわよね。あ。なんだろう。肉じゃが。収集品集めるのが流行っている。へえ、なるほど、もらえました。はい、あ、宿屋だ。よし、はい、でした。少し休んだらどうだ？クレスか。アーチに言われたこと気にしてるのか？
気にするよね。これアーチェが来るパターンもあるよね、確かね。それもあるけどな。何よりもお前のことが気になるんだよ。お前と俺は剣と弓の違いこそあれと共に修行してきた仲だ。だが俺とは違う時間の流れの中でお前は強くなった。なんだか焦っちまうんだよな。わかる。ナークレス、トーティス村のみんなが夢で出ることはあるか。俺はこの頃毎晩さ、村が襲われた時のことを考えると眠れなくなるんだ。こうして弓を射っていると気持ちが少し紛れる。クレス知ってたか？アミーのやつお前のことが好きだったんだぜ。あ、いやもう努力家だよね。うん。よし。どんなも上がったんでしょう。22か。ちょっと待ってよ。特技はそんなもんなのか。見れないとな、育たないしな。見れるか。ちょっと待ってよ。こうかな。よし、行きます。じゃあもう新しい場所行きましょう。うん。あれ、どこ行くんだったっけ。ここが未来の世界か。見たところあまり変わり映えはしないな。でも魔法は使えるみたいだよ。ミゲールの町、僕の父さんの名前のついた町。おい、どうかしたのか。あ、いや、なんでもないよ。へっ、へっ、てぇ、はっ、せい、さぁ。おい、こんなところで何しているんだ。見ての通りだよ。このままじゃ本当にお荷物になっちまうからな。それで一人で修行していたのか。いいか、あのバカ女には絶対に言うなよ。ああ、分かったよ。バカ女。よし。まあでも地形が変わってないならね。なんかでかいね、街が。これ上行く？こっち周りで行くことってあんまなかったからな。アイテムとかあるかもしれないもんね。うんうんうん。あ、敵強いのかな。ちょっと強いかも。数が多いな。ちょっと待ってよ。全部使っていいですよ。よし。攻撃力だけで言えばチェスターは400出てれば全然いいわ。うん。レベルこそあれだけどね。いけるいける、テスターもいけるよ。うん。ってなるとクラースさんの出番が点点点みたいな感じになりますけど、まあ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 。強っ。え、テスター強くない普通に。当たってないけど。
チェスターなのかもしれない。うん、年間と多いな、ホーリーボトル使ってるのに、ね、お金を稼ぐって思おうかな。アーチやる気満々だな。で、リバースドール。あ、出ちゃった。待って、寄った方がいいのかな。ナイス。ここ何？ユークリッド。ふんふんふん。こんな栄えてたっけ？栄えてなかったよね。ね、絶対栄えてないと思う。一応見とく。まあ一応だよって。まあさっき買ったからな。そんな上がるの売られてても困るもんな。そうだよね。で、ここじゃないのかな。なんかあの人やばくない？女房から逃げてきた。よくないな。とりあえず止まっとくか。安っ。え？ 12 ギャルド？マジで言ってる？まあそうだよね。さすがにそんな連続してチェスターのイベント起きやしないよね。港があるとこだからもっと向こうだよね。アーチェのお父さんの家あるけど、一応寄っとく？知らない人住んでそうだよね。本当に知らない人住んでるんだけど。ハフエルフなんです。え、ストーンブラスト、アイストーネード、アイストーネード。え、安い。ありがとう。ストーンブラストって覚えてたっけ。え、買う買う。やったいいね。よし。あ、寄ってよかったわ。あ、この人もいるし。ね。グラタン。で、ここにあった町はなくなってるのね。うん。飛んでんのやだな。何今の？怖？ディープミスト。ナイスだよチェスター。
あそこ行かなくてよかったかな、あのシェルフがいたところ。まあいっか、いいね、また今度行けばいいよね。着いたぞ。すぐ止まるやんっていう。町へ着くたびに宿屋に泊まろうと思って。で港よね、港、港、どっちの港ですか、その上ですか下ですかみたいな。あ、いたいた、お待ちしてました。しかし問題が起こりました。船が出航できないそうです。すまんな、ナオスは海にも勢力を伸ばしつつある。危険すぎるよ。しかしこのままじゃ仕方がない。そこ渡ってみるか。何か別の方法でもあるんですか。途中ユークリッドに寄りませんでしたか。そこにはあまり大きな声では言えないのですが、国営の魔化学研究所があるのです。魔化学研究所、海がダメなら空ですよ。空って飛んでいくの。詳しい話は研究所ですることにしましょう。マジ？こちらです。飛んでいくってことは、え、じゃあすずちゃん出てこない？もうすぐ。そうだよね。なんか魔化学に頼るのってどうなんだろうみたいな。これユークリッド国営科学アカデミーです。アカデミーなんだ。私はアルバニスタ王国の使者だが、スタンリー殿にお目通りを願いたい。申し訳ありません。ここから先は関係者以外立ち入り禁止です。大事なようなのは通してはくれないか。なんて言われても規則ですので。え？特例ということにしてはもらえないか。しかしですね、ナオスの脅威を知らないわけでもないだろう。世界を救うためにスタンリー殿の協力が必要なんだ。どうする？なんか深刻な事情があるみたいだしな。後日正式な手続きをするっていうことだし。わかりました、どうぞお通りください。意外とあの理解力がある子たちでよかったね。この方は、こちらはユークリッド科学アカデミー所長のスタンリー。彼は飛行機械の研究をしているのです。飛行機械？それは俺が説明してやろう。後ろを見てくれたまえ。来たよレアバード。これが魔力をエネルギーにして飛行する有人飛行機械。名付けてレアバードだ。研究中といってもすでに実用化しているものだがな。ナオス討伐の協力とあらば仕方あるまい。無償で譲ってやろう。しかしハリソンの話ではアルバニスタ王国まで飛ばねばならないということだが、レアバードにはそんな長距離の、航続能力などあるわけもない。それをかける方はないのかい。俺に不可能はない。だが少し問題がな。何でもいいから言ってくれ。レアバードは基本的に魔力を電気に変換して推進力を得ている。だからボルトという雷の精霊の力を借りれば出力を上げることは可能だ。だがあいにくこの辺りには召喚師がいなくてな。私はその召喚師だ。もしその力があれば私の宝器はなく飛べるのかな。さあな。だが、ほうきにボルトの魔力を注ぐことによって飛行能力の向上を得られるだろう。わけわからんな。それじゃとにかく急ごう。慌てるな。精霊と契約するには指輪が必要なんじゃないか。持ってきたまえ。あなたなぜ契約の指輪を。アルバニスタのモーリア行動調査隊が見つけたものを俺が研究用にもらったものだ。もらってしまっていいのだろうか。構わない。私が持っていたところで何の役にも立たん。宝の持ち腐れだ。ありがとうございます。ねえ。あくまで噂だが、ミエールの町の南西にある洞窟にボルトがいる。南西？南西？南西？ちょっと待ってよ。とりあえず、ここで何があるの？うわ、城ある城。なんか怒ってる人いるんだけど。え？なんで怒ってるの？マジ無理。こんにちは。そなたたちは？初の目にかかります。我々はダオス討伐の旅を続けているものです。
そう、その人たちがアルバニスタ王の言っていた勇者たちか。勇者だって大げさだな。あっち陛下の前で失礼だぞ。よいよい。お金？50万円ぐらい？お主らのような若い戦士たちなのじゃ。支援惜しまぬぞ。はい。やったー。え、金もらえるだけじゃん、私。大丈夫？いいのかな？まあいいでしょう。よし。ではでは。とりあえずどうしよっか。アイテムも買いつつ、普通のアイテム屋さんってどこ？あなた？え？ちょっと待ってよ。あなた売ってないじゃないのよ、あのホーリーボトルが。全然ダメダメって感じ。お宿は泊まる？まあ一応安いしここ、うん、あ、来た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 。あんた何してんの？別に別にって、こんな真夜中に。何をしようが俺の勝手だろ。私が弱そうって言ったこと気にしてたんだ。そんなんじゃねえよ。じゃあ何なのよ。何でもないって言ってるだろ。用がないならどっかへ行けよ。ガタ行く。この二人がね、いい感じになるっていうのがね、ちょっと強く言い過ぎたよ。私、あんたに謝らないと。なんか言ったか？なんでもない。言っとくけどね、風邪なんかひかないでよね。みんなが迷惑するんだから。そっちこそ夜食を食いすぎて腹壊すなよ。余計なお世話。いや、いいよ。これぐらいの関係値の方がいいよね。うん。よし。わざ来ないね、でも。あらら。26、え、あんまり上がってなくない？思ったよりだなね。あ、見つかっちゃってんじゃん。まあそれは怒られるわ。うん、それしょうがないよ。ボルトの洞窟はどこだ？南西っつったよね。南西？記憶は確かならなんだけど、ボルトの洞窟のところへんで、すずちゃん関連のイベントがちょっと挟まった気がするんだよね。挟まるだけなんだけどね。普通に今すぐすずちゃんが来てくれるとか、あれか？いや違うか。どれだ？何これ多くない？ちょっとやりにくいったらしょう、ちょっと本当に。いいよ、ナイス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 。とりあえずそのボルトの洞窟ら辺まで行きたいですね。シャープネス。全然くれないじゃん、お金とか経験値。え？そんなもんなの？レアバードですか。世の中は進歩しているのですね。うん。あんな小さな機械が空を飛ぶなんてね。
なんとも信じがたいが、すでに実用化されてるようだしな。何言ってんのよ、私のほうきだって空を飛ぶじゃん。それが一番わけわかんねえんだよ。どこなんだろう。待って、この時代のあれってもらったよね。あれ見たってわかんないか、正直。モルトの洞窟。あ、違う、そこあれだ。あの海底の、あのウンディーネがいたところか。まだ違うわ。こっち？北南東に、え、北南東西でしょ。こっちかな。なんかできちゃうなった。え、サイクロン気に入ってんのかな。いいよね、サイクロンね。うん、なんかある。あ、モリスンさんちか、ここ。はい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 、なるほどね。モリスンさんち横なんだ。合ってんのかな。とりあえず行くか。うん、とりあえず入ろう。はい、すずちゃん。忍びの手忘れたのですか。忍びの里へ帰りましょう。今戻れば棟梁の許しを得られるようで、私が取り計らいます。黙れ。お前こそダオ様の崇高な理想がわからんのか。あなた方は騙されています。手待ちするというなら死んでもらう。仕方がありません。私は忍びの手に従い務めを果たします。覚悟。かっこいい、すずちゃん。早すぎる。無念。かっこいい。君は？ちょっと待ってよ。行っちゃったよ。なんだ？かわいい。どうしたんだ？痺れているようです。痺れてるみたいじゃん。あ、痺れてるな。うん、痺れてるぞ。動けません。助けなきゃ。クレスさん、助けてあげてください。クレス、助けてあげなよ。クレス、助けるんだ。クレス、助けようぜ。ひどい。仕方がない。ねえ、大丈夫？なんとか。クレスさん、大丈夫ですか？でもな、ビリビリするよ。電気で痺れたんだな。皆さん申し訳ございませんでした。このところ何をしてたんだ。小さな子が一人で来る場所じゃないぞ。それはこの子の服って変わってるよね。失礼します。どうしたのかな。急ぎなんだろう。とにかく僕たちも先を進もう。なるほどね。え、何これ。うん、どういうこと？ガールフラグメン。何それ？装備品っぽい気もするけど。ちょっと待ってよ。物が多い。ね。本か。なるほど。本でした。クラースさんも、ああ、めっちゃ上がるじゃん。
で、何ここ、うなんか敵強そう。ちょっと燃焼してる。うわー強いなー、使ってくる技が普通に本当に嫌だよね、わかる。いいですよ、ボルト。多分あれだよね、普通に戦闘しないと契約もできないよね。よし、あ、めっちゃくれる経験値、ありがてえ。閉まったんだけど、え、ラベンダー、ラベンダー、ラベンダー畑かしら。これ式の敵に遅れを取るなんて、え、何、どうしたの。さあどうする、我らに従うか、あるいは死か。助けなきゃ、助けてあげましょう。クレス助けてあげてよ、クレス助けるんだ、クレス助けようぜ。また僕一人なんじゃないだろうな。え、一人じゃないよね。まずいまずいまずい。一人って聞いてないよ、地獄じゃん。え、待って、死ぬんだけど。 26? ふふふ、終わってる。エリクシール使っちゃった、もったいない。まあ、いっか、もったいない病でどうせ最後まで使わないんだから、使っとけ使っとけ。もう確実に勝ちたいし、いった、はい、釣ってんのよ。あ、まずいことしてしまった。いいんじゃない？うん。その HP でよく頑張ってるよ。やーばい。あ、死んだかも。え？許せません。待って、エリクシル使わなきゃよかった。え、最悪。すずちゃん強っ。大丈夫ですか？なんかひどい目にあったけど、なんとか生きてるみたいだ。そうですか、よかった。これ何してたんだい？言いたくないなら事情は聞かないけどさ、それじゃ名前ぐらい教えてくれるかな？すず。すずちゃんか。それじゃすずちゃん、僕たちと一緒に行くかい？いえ。助けていただいてありがとうございました。失礼します。どうしたんだろう。何も言ってくれなきゃわからないじゃん。誰かさんと違っておしゃべりじゃないんだろ。誰かさんで誰よ。まあいろいろあるんだろうね。いやもうほんと地獄だった。地獄ってなんかこと言うのよねっていう。オレンジグミ使っとくか。閉じちゃうのよね、うん、
なんもないね。ホーリーボトル。わ、ホーリーボトルもらった、ラッキー。ん？あれ？戻ってきたってこと？え？はい、ということでですね、一旦今回じゃこの辺で終わりたいと思います。次回ちょっとボルトと契約までいけたらなと思います。これちょっとテスターレベルやっぱ低いね。はい、ということで、これで終わりたいと思います。バイバイ。